始まりましたファインサケダのソード TV の時間になりました。本日はですね、今日は、なんとすごいね、ファインサケダにゲストが来てくれたということで、ゲストをお迎えしたいと思います。サンロードの花園さんです。こんにちは、サンロードの花園です。はい、ね、ピンと来ない方もいるかもしれないですけど、こちらの方、熊本の方でですね、YouTube を使ってですね、商品のレビューとかですね、いろんなお店の紹介とか高いとかしてですね、かなり、ね、人気の、YouTube チャンネルになっております、ね、今日は来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。それとですね、なんかどうやらですね、花園さんに俺は負けないぞ、俺の商品レビューは負けないぞっていう方がね、もう一人来てるんでね、呼んでみたいと思います。もう一人の花園さんです。こんにちは、ファイズ武田の花園です。全然似てない全然似てないですか。ということでですね、この2人に来てもらいましたんでですね、今日はですね、ファインズ武田の花園さんがなんかあるんですよね、なんかね。そうです。じゃん、エッセンの商品レビュー対決をしようかなと思います。おー、イエーイ。ということでですね、このお二人にですね、花園さんはですね、自分のチャンネルでですね、かなり前商品レビューをしていらっしゃるんですけど、今日はですね、うちの部長がですね、負けじと商品レビューで対決したいと思いますんで、ぜひね、よろしくお願いします。それではね、対決いきますよ。せーの、ジャンプゲイス。そしたら部長ね、ファインズ武田の花園さんから商品レビューをお願いします。どうぞ。こんにちは、サンロードの花園です。今日はですね、こちら日本ハムさんよりシャウエッセンのご紹介していきたいと思います。こちらですね、もうですね、食べたらですね、思わずですね、ギャーと言いたくなるようなですね、口の中で音楽が奏でられる、そんなウインナーでございます。こちらですね、ほんとですね、食べたらですね、ギャーと皆さんもですね言いたくなるんでですね、ぜひどうでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。というわけでですね、ここは花園さん、本物のサンロードの花園さんにね、ちょっと商品レビューをしてもらいますのでね、これが多分お手本になると思いますのでね。そしたら花園さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、サンロードの花園です。皆さんはお弁当の数何入れていらっしゃいますか。卵焼きや唐揚げ入れられるかと思うんですけど、今月はですね、もうお弁当の数などにぴったりな商品ご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品はこちらになります。日本ハムのシャウエッセンです。やっぱりお弁当の数といったらウインナー、忘れていけないですよね。ウインナーですね、焼いてしまいますとどうしても外側の皮破けてしまいますけれども、こちら茹でるとですね、破けずですね、また食感パリッとしてとってもおすすめですよ。お弁当の方やまだ朝食などにいかがでしょうか。これが本物ですね。それでは勝った方、勝者を発表したいと思います。こちらのサンロードの花園さんね、今シャウエッセンでやってもらったんですけどね、他にもね、いろんな商品ね、新しい商品とかね、これ食べてみたいなっていう商品ね、いろんな商品紹介してるんでね、思わず僕もね、食べたくなっちゃったとか仕入れようかなって思った商品も結構ありましたんでね、ぜひ皆さんもね、サンロードの花園さんのね、チャンネルのリンク下の方に貼っておきますんでね、アクセスしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。なんか一言いいんですか。ですね、熊本県は南部の人吉熊地区でですね、スーパーや書店、またファミリーマートを運営しておりますサンロードと言います。私ですね、毎日夜8時にですね、最新動画アップしてますので、よろしければご覧いただければと思います。お願いしますね。ということでね、皆さんいつものやっちゃいますかね。それではいきますよ。また見て、ちょ